はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ皆さん、ナンバーズエヴァイは、使っていますでしょうか。まあ、このカードですね、以前動画にしたように、ロンゴミアントっていうなんかゴビモンスターを、まあ、高校から出してめっちゃ強いみたいなね、話したと思うんですけれども、これ僕ちょっと思ったんですよね。ロンゴミアントって結局先行で出すのが一番強いじゃないですか。このモンスターの制圧効果ね。まあ、4つ以上の効果で、モンスター反転、召喚特殊ができないっていう効果と、他のカード受けないっていう効果と、戦闘で明かせないっていう効果だから、まあ、ロンゴミアント先行で出したら相手何もできないっていう、まあ、そういう、まあ、ゲームになってると思うんですけど、遊戯王っていうのはね、神ゲーですね。で、これ、結局、高校で出していくことになるんで、ナンバーズエヴァイオのその条件的に、エクストラデッキが特殊なされたモンスターが、相手のフィードにのみ存在する場合にしか遊びないから、これなんか、僕、先行で打てないかなと思ってるんですよね。先行でこの状況を作り出せば、これ先行で打てるなと思ったんですよ。なんで、今回は、先行でナンバーズエヴァイを打つっていうゴミみたいなデッキを作ってきました。つまり、エクストラデッキから出てきたモンスターを相手に送りつけまして、で、自分の、フィールドを全部一掃して、で、エクストラデッキから特殊化されたモンスターが相手のフィールドにのみ存在する場合にするんですよ。で、ナンバーズエヴァイを打って、ファッキンレイ打って、先行でロンゴミドヤ顔するっていうね。そういうゴミデッキとなっています。手札はちょっと要求若干、いつもよりは多くて、ヒガンニッシュプラス、ナンバーズエヴァイユか、ファッキンで、まあ、どっちかがあれば、まあ、先行ロンゴミの動きができますんで、早速ね、このゴミカスムーブを使って、対話を拒否していこうというふうに思ってます。デュエル、スタンバイ。良い子は真似しないようにね。あ、ヒガンニッシュ来た来た来た、どう決まっている。頼む、ちょっと誘発投げるのをちょっとだけ待ってもらっていいですか。誘発投げるのちょっと素晴らしい盤面をお見せするんで、何も出せない。まあ、でもとりあえず増殖する字とかないとかはない。ゼンマイティは通る。これ通ります。ゼンマイティ君通ります。ゼンマイティ君の効果発動して、なんか絶気からゼンマイティをなんか特殊化したいんで、なんかあります。ないよ。いけるんじゃないこれ。あとは2ビルぐらいじゃない。エフェクトベーラーとか無限保養もなさそうなのかね。あ、一旦ちょっとゼンマイゴン出すけど、なんかあれ、はい、あれないな。なんか何の反応もないな。いけんじゃねえこれ。これいけんじゃねえか。これクソゲーお見舞いできるぞ。よし来た。テンション上がってきたぜ。さあ、ゼンマイネズミの効果発動。ゼンマイネズミの効果により自分の墓地のゼンマイマジシャンを特殊召喚。そしてゼンマイゴンの効果。あ、ちなみに皆さん、このゼンマイムーブはね、マジね、一回ね、覚えた方がいいと思います、これ。クソレッキ製造工場の建設を目指している方であれば、このギミックマジで強いから、これを覚えると、なんか、こっから無限のルートが広がって、宇宙が広がるんです、これ。うん。なんかね、クソレッキ製造工場長の過程においては、履修必須の、ルートとなっております。履修必須ルートで、ここでゼンマイウォーリアーからのゼンマイウォーリアー効果によってゼンマイネズミを、対象になってレベル4にして、でゼンマイネマジシャンの効果によってまたゼンマイウォーリアーを出してくると、はい、ここでレベル4交代並びますからね、さすがに強い。で、戦速みたいでゾールっていうゾールでイゾルでリンク召喚成功時効果発動、戦速モンスターをなんか持ってこれるという効果。発動したらあかんわこれ。ゼンマイウォーリアー必須だ、危ねえ。まあね、たまにね、あるんですよね。そのイゾルテ効果使って、あってなるときあるんですよね。結構。で、とりあえず、終末の騎士を特殊召喚。そして、執念の剣の効果と、終末の騎士の効果と、それから、妖刀タケミッチーの効果と、タケミッチーによって、俺タケミッチー持ってきて、終末で闇属性を愚かな埋葬できると。はい。これやね。で、サモプリ墓地送る。で、終焉の時で戻る。で、レベル4のモンスターが4体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。これもソルティアデッキの防止後。改ざん機、ダラン・ベルシアン。エクシーズ召喚成功し効果ぞ。オーバーレイユニットを4つ使うことによって、デッキから好きなマジック・トラップカードをサーチすることができる。はい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 。で、ファッキンレイ持ってきてファッキンレイ格好、ロイヤル格好を持ってきて、そして
イゾルデとヒータでセレーネいきましょう。はい、でセレーネ、リンク消化成功時カウンターがめっちゃ乗る。でカウンター乗って、カウンター取り除くと自分の墓地の、魔法使いモンスターを蘇生できる。リンク先にでこれでさっき週末で落としといたサモンプリストを特殊召喚していく。そしてサモプリ効果発動。サモプリ効果によって魔法カード墓地を送ると自分の墓地から、自分のデッキからレベル4のモンスターを特殊召喚できる。はい、でレスキューフェレットの効果を発動。自分をリレースすることによって、デッキから、史上最強に可愛い JK 出して、 JK からの見てろ召喚ムービーどうぞ。エッチすぎる、エッチすぎる。えっ、でアックスレイダー特殊召喚で、アックスレイダーの辛抱が生き立っていくというスタイルですね。はい、でイブリストスレイダーでリンク召喚、天照のコーディネラルからのもう一回召喚ムービーを、うおーイブリス特殊召喚、えっえっ、よしで、リンクスパイダーにこの珍宝を変換して、で天章のコーディネラルでこのリンクスパイダーを送りつけていきたいね。はい、これちなみにエクストラデッキから出てきたモンスターです。エクストラデッキから出てきたモンスターを相手にまず送りつけます。でトロイミアニコーンぶちかまします。ここここここで、リンク召喚トロイミアユニコーン、はい、で自主退場します。対戦ありがとうございましたつって、トロイミアニコーン自分で退場しておい、エクストラデッキから出てきたモンスターが相手のフィールドにのみ存在してるぞ。おい、あいつ何やってんのお前、怒ったぞ俺は、僕怒っちゃった。いきまーすナンバーズ86ヒロイックチャンピオンロッカミアットエクシェンス召喚、ファッキンで発動しまーす。ロンゴミアント君ちょっと素材をちょっと取り除くのやめよっか。エンドフェイズなんか素材取り除かれるっていうなんか効果あんねんね、やめよっか。はい、ありがとう。ではデュエルしましょう、よろしくお願いします。デュエル3倍。あ、ちなみにロンコミアント君効果受けないですし、あなたはモンスター召喚特殊ができませんよ。はい、あとこいつ先導流されるんでよろしくお願いします。マジックミス、あー、はいはいはい、あれね、エンディミオンですねこれね、多分ね。エンディミオンは確かにあんま誘発されてないイメージありますねこれね。はい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 、どうぞどうぞどうぞ、ご自由にどうぞご自由にどうぞ。まあ、ペンテラムスキル貼ってもいいですけど、ペンテラム召喚できませんけどねまあ、ペンデラム召喚できないっていうことだけ入ってきますわ。お、遊戯をしようぜ、おいおいなんだこの神ゲー、よし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 、ハンドは揃ってる、強いぞ、よしよしよし、いいぞ、今のところハンドは強い。まあ、ちょっと誘発受けがねちょっと弱いのでこのデッキは、まあ、誘発食らうともう止まっちゃうっていうところがもうほんとゴミなんですけど、まあ、これね、誘発がね、もうちょっとケアできるようなね、なんかルートがあればいいんですけどね。まあ、さすがにちょっとね、ソリティアルートが結構大変で、自分の、なんか、なんもなそうだな、で。なんか、要は自分の展開をしながらサーチ入れて、で、なんか相手のフィールド上に、エクストラモンスターを送りつける必要があるんで、結構難しいですよ。なんもねえな、相手。マジか。お、いけるわ。さすがに。なんもないのはマジだお前、なんもなかったらデュエル終了。手札誘発は必要、やっぱりね、手札誘発はねこの環境において必要、絶対に。てかなんならフリー対戦とかも必要だし、もうフリー対戦って言いながらさ、なんかドヤ顔してごぼうがいいぐらいしてくるやつもいるからね。普通に、さあここでエクストラモンスターは退場していただきましょう。トリメニコーン、えい、効果発動、手札を一枚持ち送って、トロイミアニコーン自主退場、ふいで、おいお前、エクストラモンスターゾーンからモンスター出してんな、許さねえ。俺は謎のモンスター4体でオーバーレイエクシエンス召喚、ナンバーズ86ヒロヒックチャンピオンロッカミアット、バック
ったんで、ファッケンレイ発動します。ロンゴンヤント君の素材取り除くのやめてもらっていいですか。あのエンドフェイズごとになんか、ちょっと間違えた、ロンゴミって言って、はい、これで素材を取らなくてよくなりました。ありがとうございます。さあデュエル3倍、おいデュエルしようぜ、おい伸びた、おい伸びた、デュエルしようぜ、お前壁な。さあヒロイックチャンピオンロンゴミヤント君の効果により相手はモンスターを召喚特殊召喚できず、このカードは何の効果も受けず、そして戦闘でも破壊されない。終わりやな。はい、ゲームエンドのお時間です。さあサレンダーまで5秒前、4、3、深淵の宣告者。ああっあれやばいぞ、 このカードはプレイヤーに効果を強いてくる効果、まずいバカな、どうして、あロッコミアット、バカなそんなバカな、ロッコミアットは何の効果も受けないはず、ただし深淵の宣告者はプレイヤーに強いてくる効果、つまりロンゴミアントの闇属性進出を宣言されるといとも簡単にロンゴミアントは消え去っちまう。マジこいつなんでそんなカード入ってんだよ、やばいだろ、なんだ CA の宣告者って。